どうも皆さん、マーシーです。ということで、迷子のイベントが終わりましたけれども、今回のイベントストーリーは基本的にはアニメのストーリーと同じ内容だったんですよね。ただ次のストーリーは、全く新しい、内容になってくると思いますので、今後の迷子のイベントストーリーがどんな内容になるのか、今回ちょっと予想していこうと思います。まず一番最初に考えられるのは椎名拓ちゃんの過去ですよね。拓ちゃんがクライシックに入れたのは4つ上のマキさんというお姉さんのつながりで、咲子ちゃんに勧誘されて、姉がすごい人だと咲子ちゃんが話していた時は、今それ関係ありますかと不満をあらわにしています。またともりちゃんの歌を聞いた時には、自分も生きてていいんだと思うほど自己肯定感が低かった描写もあるので、やはり姉がコンプレックスだった説があります。ただ結果的にはアニメやまたはゲームのバンドストーリーでも描かれずに終わっています。まあ迷子のストーリー上、タキちゃんの過去編がなくても問題なかったかもしれませんが、トモリ、ソヨ、アノンの3人の過去編はある程度描かれているのに、タキちゃんだけは描かれていないのはやはりちょっと不自然ではありますよね。また確かなソースがないのでちょっと微妙ではあるんですが、ユーテンジニャムがタキちゃんのお姉ちゃん説もあるので、もしかするといつ迷子の続編アベムジカで描かれてくるかもしれませんが、続編はやはりアベムジカ中心で描かれてくると思いますし、そもそもユーテンジニャムが彼女のお姉さんがどうかもわからないので、彼女の過去はゲーム版で登場するかもしれませんね。仮にユーテンジニャムがお姉さんでも、アベムジカもやはりゲーム内実装の可能性が高いので、ゆくゆくはタキちゃんとそのお姉さんについてのイベントが開催されてくると思います。同じくカナメラーナの過去もまだまだ明確には語られておらず、スペースの元オーナー都築志船の孫でスペースがなくなった後にバンドに誘われるも、やはり面白いと思えずフラフラしている期間があり、スペースが閉店した時の彼女の姿や迷子に出会うまでの空白の期間と、彼女の場合は単純にフラフラしてただけかもしれませんが、やはりこの空白の時間を描くことも可能ですし、ネタが非常に多いキャラクターなんじゃないかなと思います。またオーナーの孫なので、花園大ちゃんやポピパと絡めた今後イベもありそうですね。またアニメやバンドストーリーではほぼなかった迷子の日常会ですよね。ガルパでは日常会という会があって、大きな出来事は起こらないんだけれども、その日常を通じて姫の成長を確認できたり、さらに仲を深めるという会が、年に数回あるんですね。特に迷子は他のバンドのように新しい目標がまだ決まっていませんし、そもそも根底となる目標が一生バンドをするなので、目標がなくても今は問題ないんですよね。むしろまだまだ不安定な面も多く、既存キャラとのつながりも弱いので、日常会をやる方が迷子としても、またはアニメとかバンドストーリーを見たユーザーにしても、見たいと思う人も多いと思いますので、需要があるかもしれませんね。またモニカやラスは実装直後だとメンバーと喧嘩するという回があって、ただ喧嘩をするというわけではなく、喧嘩しながらもお互いの理解を深めるという回があったんですよね。結成前にバチボコ喧嘩してた迷子にそんな回があるかはちょっとわからないんですけども、喧嘩しないとも言い切れないので、もしかしたらそんな回もまたあるかもしれません。現状で見ると、アニメやバンドストーリーで描かれなかったタキちゃんやラーナちゃんの過去編か、または、迷子の日常回が今後のイベスト内容になってきそうな予感がします。また椎名拓ちゃんやカナメラーナちゃんが現状だと星5候補で、どちらかが主役になってくるんじゃないかと思います。またすでに発表されている10月11月のカバー楽曲が全てイベント楽曲になるのであれば、今後イベントも多いので、その中でも迷子のキャラも何人かは含まれてくるかもしれません。